氷川きよしが再始動、歌手活動再開の幕開けとなったコンサートツアーが映画化。劇場版、氷川きよしきよし氷川プラス・キーナ。25th Anniversary コンサートツアー、キーズナが、2025年1月31日にワウワウ配給のもと全国公開されると、わかった。画像、主題歌を提供した、老後の資金がありません。 の完成披露プレミアイベントに登壇したヒカワ・キヨシ。2022年末の NHK 紅白歌合戦を最後に歌手活動を休止していたヒカワ・キヨシ。デビューから25周年イヤーに突入した今年8月、コンサートツアー、キヨシ・ヒカワプラス・キーナ。25th anniversary コンサートツアー、キーズナで活動を再開した。本作は、東京。 東京ガーデンシアターでの公演の模様が記録されたワウワウの放送版を再編集したもの。劇場版限定のドキュメンタリー映像が追加され、5.1チャンネルのサラウンド環境で氷川の歌声を堪能できる。入場者プレゼントも配布予定だ。